どうもこんにちは、ニガメ岐阜の化石ハンターマイミンです。今日は岐阜県の某所に哺乳類の化石を探しにやってきました。探しにやってきたというより哺乳類化石の勉強に来ています。で、詳しい地名と風景はちょっと NG ということで、はい、こんな感じの状態で撮影をしていますが、はい、今から約1800万年前中新世の時期の哺乳類化石が見つかる場所に来ています。いつも水波で採集をしている場所は海の化石、海の生き物の化石が取れるんですが、こちらは淡水の生き物、水辺だった場所なので哺乳類だったり魚類の化石が一部見つかることがあるということで、今日は化石の勉強にやってきました。この場所は古生物学者の哺乳類専門で有名な国立科学博物館の木村由里先生が研究で何度かこちらで化石採集をされたことがあるという伝説の場所でございます。というわけでちょっと今日はね、だいたい半日くらいかな、はい、では哺乳類化石を探しに行ってきます。背景が映らないように今日は慎重に化石を探して、見てて黒光りするものがあるというのでなかなか化石が出ない。こういう歴が入ってるんですけど、ブツブツブツってたくさん歴とか植物片が入ってるところに、まあ、鯉のエラブタとか淡水魚の歯とか哺乳類の歯があったりするみたいなんで順番に見ていきます。この辺ちょっと行ってみます。あれだけどこれも有機物なんだ。の場合茶色っぽくてすごい光沢があるんですけど、こう爪でやってこうボソボソボソってなるのは全部骨じゃないみたいな。ないね、残念。これが咽頭歯。はい、これ。すごい。ムカつく。ちょっとなんだそれ。ひどい。私を差し置いて。なんでよ。もう。はい。コイカ魚類の咽頭歯。コイカ魚類の咽頭歯。ただ出てくる哺乳類とかの質感もほとんどそれと変わらないです。黒光りしてる。で下の方に歯根が茶色っぽいでしょ。はい。それが特徴です。だからそういうセットが出てきたら間違いなく歯だと。ここだともうすでにここにもう剥がれそうなので、はい、だからもう本当にこんな感じでいいので、ペラッと小さくペラッと取って。はい、とりあえず魚類。今これだったかな、これ魚のエラブタゲットしました。ちゃんと取れました。魚のエラブタっていうのは、まあ、最外骨っていうんだけど、うん、前最外骨、それから周最外骨、後最外骨と基本的にその3つある。まだ種類によってはまだ多いやつがあるんだけどね、はい、そのうちの周最外骨ではないんだよね。この辺をまた現世の魚と調べてみると分かると思うんだけど、まあ、とりあえずこれはコイカ魚類の可能性が大きい。わかりました。これありがとうございます。
やった。今日で一番大きいかもしれない。これも好物ですか？あ、それね、あれ、法鉄鋼がね、カビてくしゃくしゃになったやつ。うん、だから周りあの茶色いです。茶色いです。もうこれ錆びてる。だから普通ね、海水以外でね、こういうのはできないの。淡水だからさ、うん、骨の中にもこれできるの、うんうん、壊して立体顕微鏡で見ると骨の中にもハイライトの四角い結晶がね、綺麗に残ってる、ね、ハイライトそのまま置いておくと爆発するけどね。おぉ、どんな骨やろうね。でも、カメっぽいと思うんだけど、うん、はい、本日の成果です。でも、ね、ちょっと背景映せないので順番にご紹介していきます。まず私が出したのが、ね、イントースの一番前。あ、それか。これもイントース。あくらいからいかないでしょ。あとこれはカメの甲羅をもらいました。クリーニング頑張ります。なんだか薄いからカメだと思うんだけど、ただ、うん、なんかもしかしたらカメっぽい化石、哺乳類かもしれないし、カメかもしれない。謎の化石。謎の脊椎動物。謎の脊椎動物。これも続き、うん、なんだろうこれ、すごい。なんだろうっていうの結構ここ多いからね。どうしてもバラバラ。これが海綿。海綿。淡水海綿。淡水海綿がいたんだ。1800万年前の淡水海綿。1850にした方がいい。1850、うん、今1850にしてるから。はい、わかりました。あ、これすごい。これ本当に魚ってすぐわかる。クリーニング係、クリーニング係全部私な。それでは時間が来たので撤収します。本日の戦利品はまた家に帰ってじっくりクリーニングしながらご紹介をしていこうかなと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、応援コメントいただけるととっても励みになります。では何になるか分かりませんが、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。それではまたまた、バイバーイ。入れていいのかが、さっきのキララ貝は元の形が分かってたけど、カニのハサミはちょっと分かんないから、ちょっと引っかかりがあるとびっくりしちゃうな。